落ちたらちょっとここに竿に着いたなっていうのを直感で感じます。感じたら巻き上げます。1秒間に1回ぐらいのスピードで巻く。それをこう繰り返すことによってタイがパクッきます。来たらグッてやらずにそのままグズグズって気負ってもそのまま巻き続けてます。下ろしてって言うたらこれをこのボタンを下に押してください。左の親指を押してください、はいはいはい、気をつけられたで一時そこに折ってしまうとずっとどこに行っちゃうので、なんか海釣りってもっとすごく構えてくるイメージがあったんですけど、これって本当に気軽ですごく楽しい、はい、はい、動作も簡単だしめちゃめちゃいい。待ってください。いいですか、はい、それちょっとボタンを押してくれますか。ボタン、はい、押しちゃってください。わあ、せっかくですから持ってください。やったー、先生。何？白サバゲット。イエーイ。あ、ちょっと待って待って待って。マジマジ。あ、このまま行きます。絶対今回は逃さない。さっき逃したからもうこれは絶対釣る。タイでありますように。タイお願い、絶対釣る。みんな待っててね、釣るからね。なんか柔らかくなった、柔らかくなった。あ、来た。フグなんだ、フグ。はい、おめでとうございます。すごい楽しみにしてきたんですよ。タイを釣りたいと思ってきたんですけど、気持ちはこのぐらいのタイなんですけど、結果はゼロ。すいません、本当に釣りたかった。東京近郊でタイを釣るっていう発想はないです。はい、タイはお刺身を買ってきて食べるか、お寿司屋さんで食べるものっていう感覚なので、タイを釣るっていうことがすごく不思議でした。その場にいるっていうのが手軽ですよね。海からそんなに行ってないところで10分ぐらい、海から10分でタイってすごいなって思いました。煽って。さすがダジャレ女王。あー、来てる。バタバタして俺は釣られたくないっていう感じがタイから伝わってきたんですけど、もうこっちも釣ってやるぞみたいな戦いに勝ち、はい、最後網で救ってもらい、サポートのおかげで、イエーイ、嬉しい、めでたいですね。うん、ピカピカのピンク、キラキラです。ハピピン。例えば船を誰かからに助けてもらって用意してとか、道具を借りてとか、ウェアを用意してとか考えると、あの餌もつけて、釣れたら釣れたで嬉しいけど、それを取ってまたセットして投げるみたいな、このシステムすごいなって思いました。
ちょっとフラッツを釣ってみたい人、はいみたいな、行く行くみたいな、女の子同士でもいいのかなっていう感じはします。でね、朝どれならぬ先どれだもんね。はい、先どれ。海だけに喜びもひとしおですよ。あの、大切な家族に美味しい料理を食べらせたいとなったら素材からなので、そういう点でもこの企画っていいなと思いました。なんだろう、ちょい釣りができる、旅行で観光に来て、あの、釣りと、あの、服装とか全部揃えなきゃってイメージが今までありましたけど、このような格好で普通に簡単に釣りができちゃうって言ったら、たくさんの女性客が増えてくると思います。まだまだそのポイントが開発されてないので、須崎沖のポイントを我々地元のものが頑張っていっぱい開発して、それで釣れない時でもなんとかね、渋い時でもなんとかするっていうぐらいの、ね、こう技術をこれから身につけていかないかんでしょうね。ああ、ちょっと今日高知の街歩いて、なんか半日夕方まで 2,3 時間時間あるけど、なんかないかなと思った時にネット検索で、ああ船釣りでいいねって言っていただけるような発信ができないかなと思ってます。